はい。皆さん、こんにちは。ワンダリルビジです。では、今回は、デッドオブの決断3バーベキューと続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、動画更新、公開させていただいたんですが、まあ、そもそも、指令長官間違ってますよ、というご指摘いただきまして、勉強不足で大変申し訳ございませんでした。まあ、気持ちもね、入っていかないので、指令長官はね、豊田さんに変えて、やり直ししています。それに伴ってですね、まあ、視聴者の方からアドバイスいただいた内容とかも一部反映させていただいています。まあ、どう変えたかというところですね、簡単にご紹介していきましょう。まず、第一艦隊に強制的に司令長官が配備されてしまう仕様になっているんですけども、これをですね、第10艦隊を新しく作って、ここに豊田さん座礁してもらいました。ここには正規空母、巡洋、艦載機も載せています。補充ですね、行っている状況です。で、じゃあ、艦載機どこから引っ張ってきたのっていう話なんですけども、東京はさておき、呉、佐世保、ここからですね、冷戦を引き抜いてきました。で、同じ要領で、硫黄島とトラックに増強するためにですね、武漢、ちょうど見えているここの武漢と、あとはバンコク、ここの航空機をですね、それぞれ硫黄島とトラック、ここに増強をかけるために引き抜いています。事実上、航空隊は撤収という状態です。で、あとですね、艦隊で言うと、この第2戦艦艦隊、第3戦艦艦隊、第4戦艦艦隊と、レイテに突入してもらう、今、ブルネイにいる艦隊なんですけど、ここに陸戦隊乗せました。フルフルで乗せてます。こんな感じですね。で、レイテ湾に突入して陸戦隊をレイテに下ろし、決死の覚悟で防衛してもらう。そういう作戦思想になっています。その他はね、特に大きく変更していませんので、前回の続きから、じゃあ時間を進めていきましょう。まあ、硫黄島で早速ね、攻撃を受けてますけども、硫黄島も防衛を行っていますので、さらにね、航空機戦力も増やしています。直縁も前回10から一気に1まで減らされましたけど、逆に一気撃墜してくれてますね。要塞度が下がっているのが、ちょっと危ないかなと思いますが、守備隊の数も、持ってくれています。このあたりはね、本当に、視聴者の方からいろいろ教えていただいた内容をできる限り反映してですね、より勝利に近づけるように頑張っていければなというふうに思ってます。で、第2、第3、第4の戦艦艦隊が、レイテに向けて出撃と。いうことになります。で、これは先ほどお話した通り、前回と違う点として、陸戦隊乗せてますので、まあ、その陸戦隊でね、持たせるというところになります。まあ、この上枠もね、提督の決断2で散々苦しめられたポイントですけど、味方の航空機直縁10に対して敵の航空機70、まあ、よく持ったなという感じがしますね。上枠も撤収してラバウルに戦力を集中するという手もありますけどね。ラバウルとトラックの防衛に専念するというね。で、潜水艦隊の方ですね。ちょっと一旦時間止めますね。潜水艦隊の方には井上さんに乗ってもらいました。第7戦艦艦隊になっちゃってますね。これ潜水艦隊です。ここで哨戒活動に当たってもらってます。で、今で言うとですね、第2戦艦艦隊、第3、第4の艦隊ですね、が今、レイテに向けて航行中。で、マニラ沖には第5艦隊が来ています。で、肝心の第6艦隊、これ、航空艦隊ですね。これが今、台湾沖。このままフィリピン沖から少しね、進んでもらえればいいかなというふうに思ってます。レイテの方まで進んでもらいましょうか。で、あとは、呉からね、第10艦隊を出撃させていきます。では、また時間を進めていきましょう。硫黄島は本当にね、
敵の攻撃を今一身に受けている状態なので、なんとか持ちこたえてほしいですけど、湾口施設がやられて生産力、まあこれはいいでしょう。問題は飛行場と直縁の数ですね。これが持ってればなんとかなるかな。この先気になるポイントとしては、まあ、硫黄島とトラック。ここが防衛できるかですよね。レイテと合わせて。第2艦隊から敵艦隊発見の報告。これ確認しましょう。ここに見えている艦隊ですが、13の機影、艦影かな。ただ、その戦力はわからず。ここはですね、レイテ湾に突入するのが第一目標なので、敵の艦隊は、まあ、前回はね、追撃という道を選びましたけども、選ばずにですね、一旦、レイテまで突入してもらいましょう。で、第2、第3、第4艦隊は、陸戦隊積んでるんですけども、もう他の出撃中の艦隊は陸戦隊積んでいませんので、徘徊をね、このまましてもらいたいと思います。まあ、上枠からの撤収をいつするかっていうのもね、考えておいた方がいいかもしれないですね。貴重な守備隊であり、航空機を、ラバウルに集結させるっていうね。まあそういう選択肢もありだとは思うので、まあどこでそういうジャッジをかけていくかということにもね、なってこようかと思います。画面の上の方では第10航空艦隊が出撃ですね。豊田さんの艦隊です。これがうまくね、はまってくれれば十分に勝機はあると、そう考えてますからね。で、第2、第3、第4艦隊は今、レイテに目的地を変えています。哨戒活動ではなく、レイテに一度入る。で、陸戦隊を下ろしてから、敵のね、艦隊に向かっていくという作戦です。ここもね、ちょっと距離があるので、敵の艦隊に突入というわけにはいかないんですよね。第7潜水艦隊が、現状、敵を発見したと。敵航空隊急速接近中。これ持ってほしいな。潜水艦の戦いって多分初めてご覧になりますよね。なんで見ていきましょう。これね、当たったら当たったで、潜水艦がいなくなるときついからな。一隻まず撃沈されてるで。まあ、攻撃云々はないので、ちょっと委任しちゃいますが。撤収させたいよな。ちょっと待ってね。ここはどう考えても撤収だよ。はい。一隻失いまして、残りは撤収です。アメリカ軍の第2航空艦隊。航空機144機。154機か。ちょっと多すぎやしないかという感じもしますけどね。ちょっとね、画面が白くなっちゃうのは、Windows 95互換モードでやってますからね、ご了承いただきたいと思います。で、敵艦隊、航空隊が接近中。グアムの航空隊ですね、艦隊ではなくて。まあ、ここは直縁の数増やしてるからね、しっかりトラックを守備してもらいましょう。マンダレーも危ないし、ラングーンも危ないし、どこもかしくも敵ばかりだな。敵航空隊、持ちこたえてくれ。211。さっきの第2艦隊が154で、もうボーガン提督の率いる第3艦隊は211機。いや、厳しいな。で、アメリカ軍の第1艦隊ですが、ここに150。もうこれだけでざっと450機ですからね。ここまでで。数が多いな。何？第6航空艦隊に敵艦隊か。これは何とかしないとまずいけど、数が違いすぎるな。さて、ここはですね、まあ、一旦そのままですね、
敵の直縁がいるので、この場で待機で大丈夫でしょう。うん、味方の直縁がいるので、待機で大丈夫でしょう。これは、味方の、対空ですね。アベンジャーを2機、撃墜。そしてアベンジャーとのドッグファイト。もうこの第6艦隊、小沢さんが座礁している機動部隊ですが、まあ、これがおとりとなって敵の機動部隊をね、誘引すると、その間にレイティ1にクリタ艦隊が突入するという史実通りの作戦を今、結果的にやってますね。ちょっと画面のね、端々が消えちゃってますけども。切り替えれば、こんな感じになります。まあ、提督の決断もね、本当に、まあ、新しい、ハードでとは言わないんで、その、Windows 10とかでね、動くようにしたものを出してくれれば、もうそれだけでも嬉しいんですけどね。今僕の環境だと、これは Windows 7で95互換モードで動かしてます。ソフト自体はね、提督の決断3パープキットの方、Windows 95を使ってます。まあ、前回もね、ちょっとお話したんですけど、いつ買ったのか全く覚えてないですね、このパープキットに関しては。提督の決断3自体は、持ってたんですけど、パープキットはいつ買ったのか全く覚えてない。さあ、味方の直縁が危ないけど、これ、第6航空艦隊は、本当に壊滅するかもしれないな。もともとね、敵の艦隊を釣り上げる、誘引するというのが目的なので、その目的は達成してくれるのかもしれないですけど、このまま行くと明らかに数が足りなくなって、空母が直縁なしの状態にさらされそうで怖いですね。ではこのまま、ちょっとね、敵の機動部隊との交戦中ですけども、時間を進めていきます。ここでアメリカ軍第4艦隊の航空隊と第6航空艦隊交戦中なんですが、直縁の冷戦52が打ち減らされてまして、空母が剥き出しの状態になりそうです。残り1機。ここで持ちこたえられないと厳しいよな。早くも小沢機動部隊がここでやられるっていうね、そういう状況になるとまずいので、これは小沢艦隊を撤収させましょう。間に合わなかった。判断が遅かったか。随格が被弾。これは直縁なしだと厳しいな。水上レーダー使用不可。そして随砲が撃沈されました。ちょっと判断が遅かったかもしれないですね。随格が持ってくれればいいですけどね。味方の直縁がね、壊滅してしまいました。空母も、撃沈を受けてます。少し痛いかなという感じはしますけど。被害状況ね、詳しく確認していきましょう。第6艦隊ですね。まずは、砲床を撃沈して失ってます。直縁失ったのも痛いなぁ。随格。艦載機数が半分になってる。このまま随格を突入させるべきかどうかというところですよね。一つは。小沢機動部隊、ここで壊滅すると、この後の作戦が、レイテで守り切った後が厳しくなるよなぁ。無理してでも行くべきか、退くべきか。まあ、ここは陸戦隊も積んでいない、この、
小沢艦隊は、撤収だ。撤収しましょう。呉に戻す。ここで、貴重な正規空母を失うわけにはやっぱりいかないですよね。この判断がね、正しかったと、後で証明されることを祈りましょう。では、また時間を進めていきます。いよいよ、アメリカ軍の航空隊45機がレイテ湾に入ってきましたね。守備隊、なんとか持ちこたえてほしいかな。まあ、レイテには残念ながらね、航空基地がないので、もう撃たれるだけですね。まあ、進行部隊を守備隊で迎撃していくということになります。ここを何としても守りきる。まあ、その一点にかけていきましょう。敵の波状攻撃を受けてますけど。要サイドが落ちるとまたね、味方のダメージもどん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 増えていくということになるので、まあ、上枠、そしてこのレイテ、どうするかというところですね。まあもちろんこのレイテ沖海戦のシナリオでやってるので、レイテが守りきれなかったらそこで終わってしまうので、レイテからの撤収というのはないんですけど、まあ、それにしても上枠に関しては、まあ検討の余地ありなのかなという気はします。井上さんの潜水艦隊。ここは63機の航空機。これに、第7潜水艦隊が、壊滅。帝族もね、結構死にますからね。帝族の決断3は。それなりの確率で死ぬからね。では、ちょっとね、厳しい戦い続きますが、続けていきます。レイテに敵の航空機33機。まあ、ずっと撃たれっぱなしでは話にならないので、どっかで、敵の艦隊にやっぱ、クリタ艦隊が突入しなきゃいけないんですよね。それがどのタイミングかということだと思うんですけども、ここで、第6艦隊から大西さんが、やられてしまった。ちょっと第6艦隊の被害状況を確認しましょう。第6艦隊、空母、結局随核を失ってしまった。まあそうだよね。もう、あの状況を見ると、直縁がね、壊滅してましたからね。今ちょうどね、Google が反応しましたね。僕の声に。随核がやられたという話をしているときに。まあ随核がね、撃沈されてしまった。とはいえこのまま戻すわけにはいかないのでクレに返しましょう。小沢艦隊ちょっとこういう状況で残念ですけどね。で第4戦艦艦隊が敵のこれ、艦隊に砲撃できますね。砲撃できるときに砲撃する。仕留めてみせる。敵の数含めてね、未知ではありますけど。これは潜水艦だな。これ見る限りね。まあ、潜水艦とはいえ少しでも数は減らしましょう。まあ、ここでただ貴重なね、戦艦を失うってなると最悪だからね。ちゃんと確認して進まなきゃいけないところで駆逐艦一隻を失う。まあ、潜水艦相手にどこまでね、やるかというのもありますけど、
まあ、とりあえずレイテに陸戦隊を下ろして、そこから敵の機動部隊にね、決戦を挑むということをしないといけないですよね。なので、ここも敵の潜水艦はもう無視しましょう。レイテ湾に突入して陸戦隊を下ろして、そこから敵の機動部隊を探す。敵の航空隊、急速接近中、97機。いや、よく持ったな、これ97機相手に。揚陸隊を失うわけにいかないからな。レイテ湾に突入するその時まで。まあ、残念ながらね、井上さんの潜水艦隊が壊滅して、この海域で、まあ、哨戒活動をしている艦隊がいない状態になっているので、これ第5艦隊を哨戒活動に当てましょう。そうしないと敵の艦隊がね、発見できない状態に今なってるので、第514艦隊、これをレイテ近辺まで、レイテなのかな？厳密に言うとレイテというよりは、場所的には、どうなんだろうな。サマール沖とか、この辺りの方が合ってそうな気しますね。第5艦隊がうまく敵を発見してくれれば、一番ラッキーかな。第3艦隊に敵艦隊。191機。191機か。これで戦艦が失われましたね。まあ、揚陸隊が残っただけいいでしょう。9。さらに、数不明。第514艦隊。今、指示を出した艦隊ですね。巡洋艦を1機、1隻失ってます。なんとかレイテに突入してほしいな。次のターンあたりに突入はできるかなと思いますけど。よし、これで、レイテに突入完了。うまく突入してくれれば OK かな。で、第4艦隊がね、敵と交戦できるという状況ですが、これは敵の潜水艦隊なので無視します。では、せっかく持ってきたね、戦車と部隊、しっかり活かしてもらいたいと思います。下ろしていきましょう。まあ、突入のね、一番の任務は、これで、まあ、ある意味では達成できたのかなと、こういうところですね。まあ、すごく被害は出ましたけど、ブルネイから積んできた、これらの部隊をしっかり、下ろすことがまずできましたね。第4艦隊からも、陸戦隊を下ろします。撤収するんじゃない。戦うわけですからね、こっからね。これで陸戦隊が補充されました。で、この艦隊ですね。第3、第4艦隊は、この後、なんとかね、敵の艦隊に取り付いて攻撃を加えてもらいたい。そういうふうに思ってます。では、艦隊を少し再編しておきます。では、第3艦隊と第4艦隊、補給終わりましたので、こっからですね、フィリピン沖に出撃して、敵艦隊を見つけ次第攻撃に入ってもらいたいというふうに思います。なんとかね、敵の空母を沈めないと話にならないので、哨戒活動の後、敵を発見次第、攻撃を行っていきます。フィリピン沖で、なんとかね、敵艦隊発見しましょう。あとは、栗田さんがレイテに突入できれば、元々の目的としていた陸戦隊を下ろすというね、それが叶いますので、まずはそこまでやり遂げましょう。部隊に対して守備隊がどこまで持ちこたえられるかっていうのはありますけど、まあ、ただこの近辺だと敵艦隊はね、もし、これで、燃料切れとかが起きてくるようであれば、グアム、サイパンまで一度帰らなきゃいけないので、そこで戦力をね、再び、
補充することもできなくはない、状況にはなってきますからね。さあ、ここで第2艦隊もレイテに入りました。第2艦隊です。ここの陸戦隊も全部下ろしましょう。積んできた陸戦隊。これで持ちこたえてくれっていうね。もうそういう、願いしかないので、その願いを成就できるようにね、支援をしていきます。こんなところですかね。これで、守備隊の数がだいぶ増えましたね。まあ、マックスまでね、もちろん、できることなら常に補充をやっぱりかけていきたいところにはなりますんで、どん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 補充して、レイテをね、守りきりましょう。では、第2艦隊もですね、こっから本番というところで、敵の艦隊を探して、フィリピン沖に出撃していきます。どうなんでしょうね。ここは輸送船をもう捨ててもいいのかなっていう感じもしますけどね。まあ、ただ、レイテに残しておいても、レイテから輸送船をね、使うことも、もう残念ながらないと思うので、このままダミーとして輸送船も連れていきましょう。というところでですね、作戦目標としていた、レイテへの突入、クリタ艦隊できましたので、今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回、フィリピンでアメリカ軍機動部隊を探したいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。